一般的な掃除機は一見ゴミがよく取れているように見えますが、実際には床の溝などにゴミやホコリを取り残しています。他の掃除機よりも確実にゴミを吸い取るために開発されたダイソンの新しいテクノロジー、平均して最大 40% 多くのゴミを捉えます。二層になったラジアルサイクロンが内部の風量を強め、強力な遠心力を発生、花粉やバクテリアといった微細な粒子もしっかり捉えます。パワフルなダイソンデジタルモーター V4 が高い集塵性能を実現。あらゆる床面でその高い集塵性能を実現するためにクリーナーヘッドを再設計。カーボンファイバーブラシが静電気の発生を抑え、フローリングの微細なホコリを取り除きます。ダイソン DC63 は2層のラジアルサイクロンを搭載した最小の掃除機。アレルゲンを捉え、室内の空気よりもきれいな排気。他のどの掃除機よりも確実にゴミを吸い取ります。クリア瓶に集め、ゴミ捨ても簡単で衛生的です。というわけで皆さんこんにちは、ゆっくりです。今回はなぜかダイソンを作ってしまいました。ダイソンですよ、ダイソン。ちなみに、ウプ主の家にある掃除機は、2006年製の掃除機です。そして、小型版のダイソンも作ってみたので、試しにこのゴミを吸ってみたいと思います。おお、すごいすごい、さすがダイソン。今にも、地球ごと吸い取ってしまいそうですね。吸引力パネー。なになに、ムラがないって？ムラはですね、ダイソンで吸い取りましたよ。なぜそんなに吸い取れるのかって？なぜなら、ダイソンは他のどの掃除機よりも確実にゴミを吸い取ります。